。はい、ということで後半戦いきたいと思います。ここからグラドルの皆さんが出てくれます。ということでまずはこの方です。さあ、ということで、浜田翔子ちゃん、身長157センチ、上から80、54、83というね、いやもう KNU の後にね、この落差がまたさすがですよ。いい、萌え、さすがですよ。これはこれでやっぱりね、もう楽しんでくれてる方たくさんいると思いますので、はい、はい、いいですね。いいですよ、この大人ロリがいいですね。いいですね、得意なポーズはそれでよろしいですか。はい、大丈夫。そのやっぱリボンは取らないあたりがいいんですかね。はい、リボンになりたい。後で取りますと、リボンになりたい。はい、さあよろしくお願いします。さあ、じゃあ浜翔ちゃん、まずこちらに来ていただきましょうかね。あ、どうぞどうぞ。あ、いいよ、リボンもね。はい、あ、なんか準備があんのね。あ、あるね。いいよ、準備してからで大丈夫よ。大丈夫です、ゆっくりで。さすがですわ、はい、もう言ったらもうベテランですわね。えさ、浜翔ちゃんはね、さすが。はい、いやいや、なんなんですか。え、そんなの着てなかったじゃないですか。あと、じゃあもしかしたら後で脱ぎます。なるほどね。いや、もうプロですわ、もう。なんか KNU さんからのすいません、貧乳が。いや、これがプロ、これがプロの落差だと思います。手のひらサイズ。そうです、手のひらサイズです。素晴らしいですね。自己紹介いいんですか。一緒に行きましょうか、じゃあこちらね。やります、皆さん一緒にお願いします。こっちにしとこうかね。一緒にお願いします。せーの、よいしょ、こらしょ、どっこいしょ、こーな浜翔子と浜田翔子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、すごいいっぱい。しっかりしてるわ、本当にね。はい、ということで、続いての方もご紹介させてください。はい、続いてはこの方です。こんにちは。はい、来ました、稲森美優ちゃん。はい、身長の方は168センチね、なかなかの長身ですけども、3サイズは上から85、58、そして84ということになっております。これまたね、脱いでく順番もまたね、下からだったり上からだったり、やれリボンが残ったりなんてね、皆さんプロですわ、本当に。さすがですね。いや、リボンは残すんだね、みんなね。何なんですか、なんかあるんですか、グラビアのなんか教科書書いてあるんですか。本当にありがとう。まあ、得意なポーズはそんな感じですかね。はい、はい、あ、どうもありがとうございます。じゃあこちらに来ていただきましょうかね。はい、どうなんでしょう、またすぐ来てくれるのかな。またなんか私もちょっと仕込みがあるのかな。仕込みが何なんですか。いいじゃん、ゆっくりで大丈夫ですからね。全然ゆっくり。何なんですか、グラビア教科書みたいなみんなに配られるんですか。あの、手伝うことあったら言ってください。いつでも行きますからね。そうですよ、はい、本当にね、ナースは何でもちゃんと手伝ってくれますからね。はい、そこはもう言っていただければ何でもやります。この後本当のナースが来てくれるんですよ。え、本当のナースなんですよ。次の子は。そうなんだ、次の子。あ、やべ、ナースが動き出した。ナースが動き出した。あ、ナースが動き出した。ありがとうございます。大丈夫そうだね。映さないでいいです、映さないでいいです。ナースのご案内します。いや、みんな何なんですか、用意してくれてるんですね、そういうのね。そうなんですよ、スケスケのやつをね。ありがとうございます、うん、本当にね。はい、さあということで次、はい、あ、じゃあ自己紹介しときます。あ、いいですか、ね、しとこしとこ、はい、こっちで行きましょう、はい、行きます。2歩進んで3歩下がる。あ、あと1歩足りないアイドルイニャクと稲森美優です。いや、本当何なんですか、本当に。それも教科書に書いてあるんですか、それも。え、教科書に書いてある。自己紹介いつも覚えてないぐらい。そうなんです、すぐ忘れちゃって。アホなんですね。アホなんですよ。ありがとうございます。はい、さあということでいきましょう。続いて本当のナースということで。あ、本当のナースなんですよ。参りましょう。続いての方はこの方です。はい、二宮桃ちゃんです。身長165センチ、3… あ、羽がね、羽ついてたんで、もぎ取ったのかな。3サイズが上から90、そして58、そして88、また脱ぐ順番もまたあるんだな、これ、ね、上からの子もいれば下からの子もいれば、なぜかリボンは残すんですよね。どういうことなんだ。手伝ってあげたい。ナースがナースのお着替えの手伝いをね。いいですね。あ、くるくると回してのね。羽はいつもつけてるのかな。いつも羽はいつもつけてる。白衣の天使なんで。そういうことなんですね。そうなんですってことで。はい、じゃあ今、打天使だね。ですね、打天使。あ、得意ポーズなんかは。あ、なるほどね。あ、リボン邪魔になっちゃってるじゃないですか。ちょっとなんかずれてるけど大丈夫かな。ね、リボンは残して出ちゃいけないもん出ないかな。で、ね、ありがとうございます。下土がほら、え、抑えようか、私が。ね、なるほど、わかりました。じゃあこちらへ、ね、いらっしゃっていただけたらと思います。
さあさあ、また準備があるのかな。あ、もうナースが、ナースがナースのために。準備いいよ、ゆっくりで大丈夫だからね。天使だから、天使つけないとね。そうそうそう、天使だから。天使だから。これ、ね、この全部しょうこちゃんがプロデュースで持ってきてくれたんですよ。プロデュースっていうか、そう、みんなで合わせようって。なるほどね。水着で生放送が初めてなんですよ、13年。そう、え、そうなの。そうなんです、今まで意外と水着がなくて、うん、で、今回、お水着です。あ、来ました、来ました、はい。あ、ご案内してくれてる。だから、ポロリがいっぱいっていう。さあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか色合いもうまいことをやってくれてるんですね。そうなんですよ。ね、そうなの。すごくおっぱいドールだから、こういう感じかな。あ、そうなんですか。ドールだけにベビードールみたいな。そうなの、そういうのも。あ、それを使わせてください。はい。バタ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 と何言ってるんですか。じゃあ、自己紹介しましょうよ。せっかくなんで。はい。しますよ。白衣を脱いでも、俺の天使。ありがとう、あなたの天使。チェックアップの元気なすぐラビアアイドル、ももぴことりのみやももです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、という3人が、前はね、グラドールとしてグループで来てくれましたけど、はい、今日はそれぞれ個人でグラドルとして来てくれた、はい、グラドルとしてグラドルで、ややこしいですね。そうなんです。ややこしいですけど、もうね、もうあからさまに、はい。